悪女については、1978年に、週刊朝日で連載された、有吉沢子の小説。同年と2012年にテレビドラマ化された。また、2001年に、芸術座で舞台が上演されたほか、2006年から2008年に、かけて、劇団レッドフェイスが、勝つみという独自の形式で、この作品を3回上演している。女性実業家、富の幸講師が突然、 謎の死を遂げる。講師は持ち前の美貌と才能を駆使して一代で財を成した一方で数々のスキャンダルを起こしたことからマスコミからは巨色の女王、魔性の女などと悪評を書き立てられていた。物語はそんな講師と関わった人物27人へのインタビューを綴ったものである。1978年4月6日から9月28日まで。 テレビ朝日で連続ドラマとして放映。スタッフ出演 TBS で2012年4月30日の21時23時24分にドラマ特別企画として放映。視聴率は関東地区で14.7%、関西地区で16.4%。プロデューサー、八木康夫はこの作品の制作が高く評価され、平成24年度の芸術戦勝文部、 科学大臣賞を受賞した。スタッフキャスト2001年に芸術座で上演。主演の戸明幸夜は本作の演技により菊田和夫演劇賞演劇大賞を受賞した。ありがとうございます。